はいどうも、エテポンゲです。よろしくお願いします。ドラゴンクエストモンスターズジョーカー2、超攻略プレイ、始めていきます。はい、今回は、平原をねクリアしていきます。攻めます。で、まずはこれ何個かね拾ったんで、拾ったやつはねどんどん入れていきましょう。これ入れることによってここのね、販売道具屋さんなんだけど、これの、中身が内容量がねどんどん増えていくんで、とりあえずね拾ったものはどんどん入れていくと。ちょっと薬草だけ補充しときますね。今4個あるから、まあ6個ぐらい買って10個にしときましょう。とりあえずね、ことわざでもねあるように、薬草ね、薬草10個あればいいねってやつね。はい、では平原行きましょう。特にねホガーンもねルボーロ君もね別に、話することもないんでね、別に友達じゃないんで、あいつら別に友達じゃないんでね。平原で、ここのまあここなんだけど、平原はねとりあえずボスっていうボスはねいません、まだまあ闘技場がありまして、まあそこをメインですね。まあ一応ねウィングタイガーが縄張りとしているところなんで、ちょくちょく出てくるんですけど、ウィングタイガーはただ追いかけてくるだけで、今回の平原攻略には全くと言っていいほど関わりません。避けれるし、全然避けれるしこいつ。けどこのビッグボスのタイラントワーム、ウィングタイガー、ブオーンジュニア、オセアーノン、レティスっているけど、一番好きかもしらんこいつが。こいつ一番かっこいい。で突っ込んでくるんでしっかり避けて、で、マップのとりあえず洞窟のとこまで行きます。でこの画面に映ってるイタズラモグラなんだけど、こいつはね後で捕まえたいです。ちょっとウィングタイガーの気配をこうカメラ回してこう確認しつつ進んでいくと。まあこれ幽霊で、まあネタバレするんだけど、セブンスはもう死んでます。はいセブンスはなんかどうやら即死したらしい。飛行船が墜落して即死したらしい。でこの平原でね捕まえる魔物が、2匹とりあえず今回はいます。一つがこいつ、イタズラモグラ。こいつはテンション持ってるんで、スカウト要員としてね非常に、優秀です。まずはちょっとどれぐらいいい感じにね削れたらそこをスカウト行きたいんだけど、またちょっと運ゲーになる。4、これで耐えたらスカウトチャンス来るよね。こいつスカウトできたらねだいぶ楽になるんよ、スカウトが。頼む、一発で来てくれんか。今日は一発で来てくれ。今日は殺します。まあいたずらモグラいっぱい出てくるんで、倒しつつ進んでいきます。不意をつきたいな。よし、こいつちょっと、ああ、じゃあじゃ、いいでしょう。まだ出るよな。いや、ちょっと待って。とりあえずここで一旦捕まえてから、進みます。
よーし、まあ案外ね、50% なんでね、言っても 50% なんで、鈍い値なんでね。で、できれば前に出していきたいんだけど、今いるメンツの中で一番雑魚いのは物価。ここでね、最初にもらった物価が、残念ながらレギュラー落ちということで。で、このいたずらモグラレベル上げつつね、もうこっからはもうスカウトね、楽ですよ。実に楽です。で、もう一匹捕まえるのがね、ここにいます。ちょっと一回ね、お化けが出てくるんで、閲覧注意ということで。あ、即死した人だ。もうしつこいしつこい。で、回復できる棒状なようなものもね、そこにあるんで使っていきましょう。で、こいつを捕まえます。こいつなんだけど、ホイミスライムね、ドロシーちゃんのスカウト級でも必要なので、まずは捕まえる。スカウト級の一発目のお題にそのホイミスライムを連れてきてっていう。あー、ちょっと待って、弱いんじゃこいつ。正直テンション上げなくても捕まえれる気がするな。まあ、一応回復しときますね。そんなに食らってないけど。まだホイミスライムいるよね。はい。ドルマ一発撃って防御させるか。よし。25ぐらいでいいかな。いや、もう運ゲーはコリゴリなんでね、50まで上げましょう。50まで上げればね、まあ 100% までは持って、 100% はいかないけど 80% ぐらいまではいけるかな。よし、どんぐらいいく？ほい、いいねいいね、100、いいね。やっぱこのテンションはね、もう最高だね。ほい。でも切り株お化けにはね、帰ってもらいましょう。はい。で、ここなんだけど、上にあるね、出口から出れば、先にすぐに進めるんだけど、一応ちょっと端っこの方に落ちてるその武器、鉄の槍がねあるんで、それを回収します。で、できればね、メタルスライム借りたい。ここら辺に確か1匹出てくるんだよな、交差点のところに1匹いる。ちょっとホイミスライムのね、レベルを上げたいんよな。この平原をクリアするまでにレベル10まで持っていきたい。一応ここクリアすると、配合できるようになりますんで、しゃあないな、これは。で、鉄の槍を拾って、ここね。で、それを装備させると。このスカウト要員のね、板にね、板って
であともう出口まで一直線です。もう何ももう拾うものはありません。ここで必要なのはこいつだけ、鉄の槍だけ。はい、覚えとくように。平原で必要なのは鉄の槍。レベル確認します。ドラッキーはドラッキーが飛び抜けてる。避けて。よし。で、まあ一応ね、拾っときましょう。いらんけどね。んで、右下に向かって走っていきます。まあね、お使いばっかりなんよな、最初の平原って基本的に。避けて、ちゃんと避けてね、ここちゃんと避けて。ここが一番ちょっとウィングタイガーに捉えられやすいかな。真ん中が川になってて、避けるのちょっとミスしたら結構食われちゃう。でそこの入り口が下にあるんだけど、ここに、闘技場があって行きたいんだけど、まずはこいつのお願い、手紙をね、ウィングタイガーの巣の見張りをしてるやつのとこまで持って行ってって。はいはいはい、持っていきます。でレベルをね上げたいんだけど、まあ今別に上げながら進んでもいいんだけど、平原でメタルスライム、プチメタルをね枯れるポイントがねありまして、そこでやった方がね効率はいいかなと思います。本当はね、カバシラを転生させて、転生の杖がね、まあ転生の杖自体が手に入るのが断崖だから、雪山の次のステージなんでちょっと先になるんだけど、カバシラに獣道つけて疾風突き覚えさせて、メタルネイルっていうメタル特攻の爪を持たせることによって、もう不意をつかずとも、攻撃できてまうという。これ左、そっからね基本的には、レベル上げとかねしていきたいんだけど、今はねとりあえずメタルネイルさえ手に入ったら、不意をつこうと思えばねつけるんでね、このゲームはシンボルエンカウントなんで、後ろからね突撃すれば不意は取れるんで、ちょっと行こう、よしよしよし、まあ、一応今回は、まあ、ボス的なもの、まあ、中ボスになるんかな。闘技場のね、とこ入ったらね、います。いたずらモグラが2匹と、この目の前にいるこいつね、このキラーピッケルっていう、モグラがいるんで、その3匹との戦闘になります。まあ、別に強いか弱いかで言ったら苦戦することは全くないと思います。普通にやってれば、勝てます。これ開いたよな、いざない、開いてるね。ボス戦でねちょっとね考えなきゃいけなくなるのは雪山からかな。雪山もそんなにだから、本当のこと言ったら断崖からかな。断崖からのボスが本当のボスって感じで、
それまではね、うん、もう連打しててもね勝てる。薬草さえちゃんと握っとけば、薬草さえちゃんと用意しとければ勝てます。ほい、ほい、ほい。でゴーストが意外とうざいんよなこれ。ほんと急に現れるから。あ、ウィングタイガーだ。ドアラキー。よし、もうここまで来たらね、もう平原攻略したようなものなので、今日は楽勝でしたね。でここで条約層とスキルの種を回収して先に進むと、ハゲたおっさん、ハゲたの名前なんだったっけ、名前なんだったっけ、こいつ、こいつな、GJ、 そう GJ ね、うん、名前かっこいいんだよなこいつ、ハゲてるのに。いたずらモグラともうグラフィック一緒だもんね。そのなんか右手に持ってて、左手、こいつらは左手か。遠くから見たら多分一緒やで、遠くからね。はい、でここでボス戦です。基本的には真ん中のキラーピッケルをまず集中攻撃して倒すっていうのが大事かな。うん、これちょっと回復した方がいいか。え、食らってる。シンプルにヒットポイント低いだけだったわ。耐えれるかな。真ん中を、真ん中のキラーピッケル集中狙いで。サミダレ蹴りがちょっと怖いんよね。ちょっといたずらモグラもうちょっとレベル上げといた方が良かったかなって感じはしますね。ここは変えた方がいいかもな。うん、火力で言ったら一緒だし。で薬草をドラキ、呪文で押していきましょう。パッ。いや全体攻撃はね、ほんと序盤の全体攻撃はね実にありがたいね。何してんのモモンジャ君、君モモンジャだけ命令すんの忘れてた。これがちょっと痛い。うん、ちょっと痛い。んーで薬草をカバシラ、ここで MP 切れるから攻撃けど、ドラキ火力一番高いからね、攻撃力一番あるから銅の剣刺しとるんでね。あ、カバシラの防御力低いな。今のテンション一回上がってたんかな。テンション一回上がった上の攻撃かな。じゃないとしたら防御力もあとはもうお任せでいいですね。真ん中さえとりあえず倒してしまえば全然楽勝です。あ、ちょっと待って、足がしびれ、そのこれ今ニセトロさ 3DS 実況するときさ、体勢が難しくてさ、コードがもうコードがいっぱいになってさ、目の前に 3DS にさコードをつないでパソコンさしてて、で音声取る方もパソコンにさしてて、で充電器さしてイヤホンつけてってやってるから、もうコードでさ、もうコードでっていう報告でした。
ちょっとホイミされてね、時間かかってますが。とあ、ここでカバシラが落ちる。せっかくなんでイタズラモグラに、経験値与えておきましょう。よし、銅の塊いいね。でイタズラモグラはこれはスキルレンジャーか。まあ、ハートブレイクはあった方がいいよな。けどね、一応スカウト要員として使っていくから、この基礎のね攻撃力、こっちが大事になってくる意外と。まあ後半になってくるにつれて、まあ攻撃力より守備力を上げて、そのテンション上げてる時にね、死なないようにねしたいってのはあるよね。ブラックファイター上げとく。マホトラとかはいらないもん。ドルクマまでいかないな。うん、ここは一回様子見といた方がいいな。素早さアップもあれだし。はい、でね、そのこのドラゴンクエストモンスターズジョーカー2なんだけど、その攻撃力の限界値っていうのが決まってて、それもねまたまあ面白いんだけど、何歩だったっけな、限界が一応あるんよ。まあ一応覚えてるので言ったら、捨て身が200、うん、捨て身が200で、連続攻撃持ちだったら3回200、連続攻撃持ちじゃない場合は1回で200。だからね、連続攻撃持ちの捨て身がねめちゃくちゃ優秀だったんですよ、このゲーム。特にね対人戦で捨て身ってのは、その防御力が打ったターンは0だったかな、0かなんかになって、火ダメめっちゃ食らうんだけど、その分最初に打ててめちゃくちゃ強いから、みんな使ってたね。特にデュランの捨て身はめちゃくちゃ使ってた。身がめたからのデュラン捨て身で身代わり使っ て、バトルグランプリねやってたもんマクドナルドに集まってね、バイトのみんなでマクドに集まってやってたもん。めっちゃ楽しかったな、そういえば。このね、ハイゴナっていうのが、配合してくれる人じゃない、配合してくれるやつ。はい、ここで小さなパーツ1個手に入るんで拾って、でちょっと話しかけちゃうと光線戻るっていう風になるんで、まずこっちの奥、もう1個のね、行けるとこあるんだけど、あっちはねまだ封鎖してていけないんで、でここにドロシーちゃんがねおるんでね、話しかけておきましょう。でスカウト級の1番、そうホイミスライム、さっき捕まえたホイミスライムを見せる。はい、で2番は、ホイミスライムが HP 回復スキル持ってるんで、こいつを配合してなんか引き継がした HP 回復を引き継がした魔物を連れてきてっていうので、この段階でホイミスライムとかね全体的のレベルをその10にしとけば、すぐにね戻ったら配合できてよしって感じなんだけど、うん、残念まあメタルでねレベル上げた方がね効率はいいと思います。それだけメタルの場所だけ最後あれして、本日の平原攻略は終わろうかな。でハイゴナに喋んのか、はい、で
もうこいつもこいつも遠くから見たら背後なやで、遠くから見たらじいちゃんお前背後なやで。前でマジで出しゃばんなよお前。まあ、ここでねちょっと作戦会議ですね。はい、どうする、どうする。いやけど俺魔物使えないしな。え、でお前、お前魔物使えんるんやからちょっと探してこいや。いや僕もねちょっと魔物とかそういうのあれ無理なんで、僕勉強系なんで、僕理系なんで、ちょっと魔物とかで、じいが帰りたいね、早く帰りたいね。で、ほ俺はちょっと魔物とか ちょ怖いしな、無理。俺筋肉、これは見せ筋だしな、これ見せる筋肉だしな、これは。僕は本が読みたいな、本が。はい、てなわけでてなわけで、平原おしまいです。本日はここまでということで、メタルスライム、プチメタルをね、枯れる場所だけ紹介して、で次パートレベル全員上げた状態で配合から始めようかな。ちょっとここだけ確認させてね。特に変わりはありません。この小さなパーツが意外と重要だったりするんだけど、落ちてるのとか限りがあって、魔物がねたまに落とす、ドロップする魔物がいてね、そいつをドロップじゃないな、盗っと切りで盗むんだったかな。はい、で、まあメタルの場所なんだけど、ここね平原の入り口に一匹おるんです、プチメタルが。平原の入り口にこうこうで、この入り口にいるやつはまた外出て中入ったらポップしてるんで、ここでね、繰り返して、レベルを上げるっていうのが、道中でレベル上げなかった理由かな。これの方が効率はいいですね。まあ逃げられるとかも考えたらどっちの方がいいのかなっていうのは微妙なところですねまだメタル特攻武器がないしってのが若干あるね。メタル特攻武器さえあればね、疾風好きでバシッと倒せるんだけどね。はい、逃げないで、ありがてー、ありがてー。まあ最悪ね、メタルストーンポンと投げちゃってもいい。ただね、メタルストーンはね、できれば、ありがとう、できればその本物のメタルスライムとかはぐれメタルに取っておきたいってのはある。プチメタルは2なんで、言ってもで、これをレベル上げなきゃいけない。ただキメラちょっと強いんよな。キメラは闇に強い。攻撃の方がいいか、バギーにするか。バギーにしよう。いけるかな。ちょっと待って、痛い、ちょっとめっちゃ食らってんだけど。ああ、防御しとけばよかった、防御しとけばよかった。危ねえ、危ねえ。で、キメラもね、捕まえたい。ちょっとついばまないで、ホイミンを。
キメラはゲームボーイ版とかだったらね強かったよね、賞味成長がめちゃくちゃ早いからゲームボーイ版ではもう最強、最強の一角。ジョーカーのゲームボーイ版じゃないよ、テリ版ね、テリ版で、ここ火力上げていきましょう。で、カバーはカバーはね、もうメタル特攻なんで、はい、まあこんな感じでね、プチメタルを、簡単に狩れるんで、まあレベル上げはねここで、行いましょう。はい、ではここで終わるか、はい、次回は、さっきも言った通りレベル上げて、配合して、次の雪山攻略、一回闘技場か、一回闘技場寄ってから雪山攻略していこうと思います。はい、では、ご視聴ありがとうございました。